モーティマー・アーチェローム・アドラーはアメリカ合衆国の哲学者、教育者であるニューヨーク生まれ。1920年代にコロンビア大学教授のジョン・アースキンが行っていたセミナーから大きな影響を受けた。これは教師が一方的に教えるのではなく学生と共に古典を読むものであった。アドラーは社会人のサークルなどでこの方式を進めた。 シカゴ大学学長のロバート・ハッチンズと出会い、1930年代からシカゴ大学をベースにグレートブックス運動を展開していった。アドラーは1949年からブリタニカ百科事典編集委員、1965年から同書第15版の編集企画の責任者、1974年からは編集委員長を務めた。ハッチンズとアドラーは 西洋の主要な古典をまとめた総書、Great Books of the Western World を編集、刊行した。アドラーはこの総書の編集の中で、重要なイデアを100にこあげ、これを Great Ideas と呼んだ。Great Books 運動は、Great Books Foundation、シカゴの哲学研究所の設立、アスペンエグゼクティブセマナーや、パイデアプロジェクトなど、多方面に展開した。 ありがとうございます。